はい、皆さんこんばんは、かおです。今回はですね、購入品紹介の方をしていきたいと思います。今回の、購入品紹介なんですけれども、全体的に見て、まあ、美容関係に属するものが結構多いので、そういうのが好きだなっていう方は楽しめる動画になるんじゃないかなと思います。それでは早速いきたいと思うんですけれども、まずこのお花なんですけれども、ダイソーさんで購入したヴィンテージフラワーのローズになります。ポピーっぽいんですけども、ローズって書いてあったので、まあローズということにしておこうと思いました。はい、まあね、ヴィンテージフラワーはいずれは全種類くらいはちょっと欲しいかななんて思っていますけれども、まあ余裕がある時にちょっとずつ買っていこうと思います。そして次なんですけども、ヘアバンドですね。パイル生地のヘアバンドを購入しました。この何の変哲もない感じなんですけども、結構ゴムが強めなので髪がピタッと止めてくれて邪魔にならないので、なかなかね毛が出てこないので、すごくいい買い物をしたなと思います。こちらは108円ですね。次、ダイソーさんでは最後になるんですけれども、200円商品ですね。春姫の携帯ブラシを購入しました。こんな感じのシルバーっぽい持ち手のやつですね。ゴールドだとなんかもうちょっと太めのものになります。これでも結構十分太いんですけども、やっぱり春姫のだけあって柔らかいブラシなので持ち歩きたいなと思って購入しました。これはチークとかに使おうかなと思ってます。はい、続いてセリアさんで購入したものに移りたいと思います。セリアさんでは私ポーチに鏡が入っていなくて欲しいなと思ってたんですけども、セリアさんで可愛いやつ見つけてしまって、これでいいと思いました。こちらです。ハートの鏡なんですけど、プラスチックの感じでちょっとおもちゃっぽいかなとも思ったんですけれども、私は全然いいかなと思って、一つが鏡になってて、もう一つは拡大鏡になってるんですよ。まあね、こんな感じのちょっと金でもないようなみたいな感じの色で、まあこれは可愛いなと思って、100円だし、もし割れちゃったとしても、もしここら辺がパッカパカになっちゃったとしても許せるかなと思って購入してました。私はすごく好きですね。はい、続いて、おしばなを購入しました。こちらのおしばななんですけども、なんかいちごのお花っぽいなと思って購入したんですけど、これはネイルに入れようかなと思って購入しました。はい、そして最後になるんですが、以前にもご紹介したんですけれども、留め跡がつきにくいダブルクリップヘアピンの3本組ですね。相変わらず金を購入しましたけれども、カラーが結構あって、シルバーとピンクを見かけたので、ピンクがいいな、シルバーがいいなって方はぜひそちらを購入してみてください。すごい留めやすくて、本当に留め跡がつかないのでおすすめです。続いて 3COINS で1点だけ購入したんですけれども、こちらのヘアゴムですね。髪を切って短くて、とてもじゃないんですけど結べない状態なのに、なぜかそういう時に限ってヘアゴムって買ってしまうんですよね。はいこんな感じのドライフラワーではないんですけども、なんか植物が入ってて可愛いなと思ったので購入しました。ハート型でね、ちょっとこれをつけるために髪を伸ばしたいなと思います。最後にドラッグストアでの購入品をご紹介したいと思います。ドラッグストアでまずですね、ポケットティッシュからいきたいと思います。ネピア花セレブの4個パックですね、購入しました。このかの有名なウサギとゴマアザラシの書かれたティッシュなんですけれども、ティッシュは結構なんていうの、あんまりなんて言うんだろう、使わないんですけども、いざ使った時に硬いティッシュだとなんて言うんだろう、痛いなって、鼻が痛いなと思って、ちょっと高級なティッシュ買ってみようと思って、あんまりね高くないし、あ、じゃあこれから全然使っていけるなと思ったので、これから多分リピートすると思います。はい、そして次に、これは私が2年半くらい前からずっと目をつけててやっと購入したものになります。資生堂のオイデルミン N ですね。拭き取り化粧水なんですけども、こちらです。可愛いですよ。こんな感じの
レトロなボトルなんですよ。すっごい可愛くて、液体もピンクで可愛いですよね。匂いもね、ちょっとなんていうんだろう、美顔水を私使ってたんですけど、確か美顔水って名前だったと思うんですけど、それと匂いが似ているんですけど、ローズの匂いが入ったって感じですかね。はい、まあ、結構なんていうんだろう、消毒液っぽいというか、そういう感じです。これまだ使ってないんですけど、朝の洗顔の代わりにこの拭き取り化粧水で顔を拭き取っていこうかなと思います。これから使うのが楽しみです。まあ2年半もね、購入を渋ってたものなんですけども、まあ、値段はね、ここに書いてある通り500円、まあ、税抜き500円ということで、私はもうちょっと安く410円くらいで購入したんですけども、安いし可愛いし、あの学生さんにはぴったりなのではないかと思います。続いて、キュレルのジェルメイク落とし洗い流すタイプを購入しました。ですね、これは私オイルのメイク落としを以前購入していて、それを使ってたんですけども、乾燥がどうしてもひどくて、ちょっとこれはまずいなと思って、乾燥性敏感肌を考えたキュレルの商品をね、購入してみました。キュレルのメイク落としで、最近オイルのタイプのものも出てたんですけども、やっぱりそのオイルが原因でちょっと乾燥が気になるなっていうところがあったので、今回はジェルにしてみました。はい、でこちらをね、あの使用してから、あのニキビのデコボコはまあ以前よりもなくなったし、あと赤みも気になってたんですけども、赤みもねすごく収まってきたので、これはいいなと思って、まあ、これ以外にもいろいろ最近もう本当にニキビを治したいと思っていろいろ試行錯誤してるので、まあ本当にニキビがなくなってからそういうのもちゃんとご紹介したいなと思います。はい、でもこれは本当におすすめです。ちょっとお値段は張るんですけれども、メイクをしてメイク落としするんだったらこれがいいのかななんて思います。次はメイク道具になるんですけれども、キャンメイククリームチークティントの01番を購入しました。こちらです。こちらのティントはですね、なんとスポンジがついてるんですよ。ちょっと使用してるので汚いんですけど、こんな感じにこのチークティントの下にスポンジが入ってて、2段構造になってるんですね。これをつけてさらにパウダーのチークをつけると、チークがすごく落ちにくくなって、あのお直しの手間が省けるのですごく便利です。続いて、失敗しないアイライナーで有名なラブライナーリキッドのベイビーブラウンを購入しました。はい、なんとね、絵のデザインが変わってこんな感じで結構カジュアルな感じになりました。はい、このベイビーブラウンですね。うん、こんな感じです。はい、そして最後になるんですが、こちらです。不老不死の、モテマスカラニュアンスという色を購入しました。ニュアンスって色はブラウンなんですよ。要するにブラウンのマスカラで、私ブラウンのマスカラが欲しくて、でいろんな商品が出てたんですけど、なんかこのやっぱ不老不死ってなんて言うんだろう、デザインがシンプルで上品な感じなので購入したくなっちゃって購入しました。こちらのなんかネイビーとかブラックもあって、結構なんて言うんだろう、なんかカラー的にはそんなに変わらないんですけど、なんか成分が違うのかたくさん出てて迷ったんですけど、やっぱりブラウンのマスカラが欲しいっていうのは変わらなかったので、こちらを購入しました。はい、これで購入品は以上になります。やっぱりこうやって並べてるとなんか購入品の数が少ないなぁなんて思うんですけれども、一個一個の値段が本当に上がりましたね。特にまあ化粧品、スキンケア用品、ドラッグストアで購入したものが一個一個がちょっと値段が張るので痛いです、正直。でもなんて言うんだろう、やっぱスキンケアは高いというか、まあ、ちゃんとしたものを買うべきだなとも思ったし、あとなんて言うんだろう、メイク用品も使いやすいもの購入した方が無駄がないなって、あと使っててなんか使いにくいなって悩みながら使うよりも使いやすいわと思って、
使う方がメイクも上達するしっていうのもあるので、まあちゃんとなんて言うんだろうな、無駄がない、これが一番なんて言うんだろう、高くても無駄がないお買い物なのかなと思います。はい結構ねお金はね本当最近セーブしていかなきゃいけないのでちょっと大変なんですけども、まあ全然いい買い物ですよ結局は。はい、なのでこれから大事に使っていこうと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。